が強く吹いてますね。信号川じゃなかった気がするんですね。川になってますね。秋が川じゃないけど、ね、ここなんですかね、この辺は。富士山がよく見えますね。もう少しで千年小屋ですね、ここからと。はい、もうすぐね青年小屋なんですけれども、網笠岳がこちらに見えてきましたね。雪がまだ残ってますね。
今ね山頂直下ぐらいな感じでしょうかね。もう鎖場になってきて結構急な感じなんで、ここからはねストックは閉まってですね、このように閉まった状態で、登っていきたいと思いますね。綺麗ですね。そっちの赤だけプラ、アミジャだけ、これ中だけですけどね。これの間にあるコールですね。そっちがブンザブローですかね。横だけ、陽だけ見えてます。最後の難関アミジャだけですね。結構きついっぽいですね、こっちから。宮崎登山前の様子です。人がいっぱいいますね、多分大学生ですね。いやまあまあ、きついですね。厳しいというか、まあ、スティープですね。そうですね、宮崎半分ぐらい登ってきましたが、そんなにおかしくはなかったです。あそこの今見えてるシルエットから岡岳の方があればあっちはよっぽどやばかったですね。それに比べるとこの網だらけの方がまあ普通ですね。正直な話という感じですね。出来た道がちょっと見えますね。まあ、網笠は見えないですから網笠の上に行って根源だけ映るね。岡岳の方ですね。行ってなんかね感じですかね。うまくね、アミジャ山頂に到着します。振り返ってみるとね、そ
そんなでもなかったです、ぶっちゃけ。あそこの赤だキレットから赤岳のガレバですね、あれは結構やばかったですけど、あれに比べたら普通ですね。ではね、山頂行ってみましょう。山頂いいですね。昨日は八ヶ岳の新天地から登って、はいはい、喧嘩用で降りた時に、はいはい、なんか毎日と2人が45分水戸発のバスに乗れるかどうか心配だったんですけど、山で出会った人にね、車に乗せてもらって、スズランの里まで、ね、送ってもらいました。今ね、スズランの里駅で今電車来ますね。そんな感じです。いや、実はね、普通に降りても下ってもバス間に合った時間でしたね、今から思うと。でも一応送ってもらって、楽しい話もできて、すごくよかったな。彼はね、これから車で中央高速行って、もう3時なんで、もう渋滞ガンガンになると思うんですけど、まあ、そこは残念ですけど。12号車のスピードですね。